ビリッヒ、フィリップ・ロレンツ・フォンダウンビリッヒ、フィリップ・ロレンツ・フォンダウンは、オーストリアの貴族、軍人。官位は、伯爵、元帥。また、オーストリアの属領統治を多く経験した、政治家でもあった。父のヴィルヘルム・ヨーハン・アントン・フォンダウン、息子のレオポルト・フォンダウンも、軍人で、特にレオポルトは、マリア・テレジアの下で軍事の最高責任者になった、ことから有名である。若い頃は、父の連帯で軍人としての教育を受けた。ハンガリーにおける、オスマン帝国との戦争からプリンツ・オイゲンの指揮下で、戦うようになり、前多の戦いに参加した。スペイン継承戦争が始まると、オイゲンの指揮下で、イタリア方面で活躍、キアーリの戦いなどに参加した。オイゲンが、ドイツ、フランドル方面に頻繁に移動したため、その間は、グイード・フォン・シュターレンベルクが、イタリア方面の最高指揮官となったが、その後ハンガリーで、フランスに公演されたラーコーツィ・フェレンツ2世の反乱が、起こるとシュターレンベルクもそちらへ転出したため、結局ダウンがイタリアにおける、ジョージの最高指揮官となって、サボイア公国のビットーリオ・アメデオ2世と共に、フランスと戦った。1705年から1706年にかけて、オイゲンと主力不在の間のイタリアの戦いはフランスにかなり、押され気味で、たまにオイゲンが戻ってきても、劣勢の挽回にはならなかった。さらには、サボイア公国領のかなりの範囲を占領され、トリノは孤立して、フランス軍に包囲された。ダウンは不評をまとめて、トリノに籠城する一方、ビットーリオ・アメデオ2世は騎兵を率いて、トリノを脱出、フランス軍を、包囲陣の外側から攻撃しながら、オイゲンの救援を待った。冬の間に同盟諸国から、新手の部隊と軍資金を獲得してきたオイゲンは軍を再構成すると、フランス軍の妨害を突破して、トリノに駆けつけ、トリノを救出した。この戦いで、イタリア半島のフランス軍勢力は消滅した。トリノを守り切ったダウンは高く評価され、ナポリ王国の占領を命じられた。さらには、当時フランス方に肩入れしていたローマ教皇クレメンス11世に、圧力をかけるため教皇領に進軍した。結局クレメンス11世はヨーゼフ1世の弟カールをスペイン王と認めた。この功績によってダウンは禁洋盲騎士団に加えられた。1707年にオーストリア、サボイア軍はフランス南部のトゥーロンまで攻め込むが撤退し、戦争の重点がフランドルに移ったため以後オイゲンがやってくることもなくなった。ダウン式のイタリア方面での戦いは一進一退が続き、そのまま終戦を迎えた。引き続く四国同盟戦争でダウンはオーストリア軍を指揮したが、ミラッツォの戦いでスペインに敗れた。しかし戦争はオーストリアの勝利に終わり、領土を失うことはなかった。ダウンは戦争中2回にわたってナポリ副王を務めた後、ネーデルラント担当大臣として南ネーデルラントへ赴いた。これはネーデルラント総督が名誉職的な性格が強く、総督で帝国の最高軍事責任者でもある、オイゲンがネーデルラントに滞在するわけにはいかないので、代役を務めるものであった。しかし、当時ネーデルラントでは、貴族、有力商人等のオーストリア統治に対する強い反発と、ダウンの前任者プリエ公爵ヘルクール・ルイス・トリネッティと、後に、オスマン帝国に亡命したことで有名な、クロード・アレクサンドル・ド・ボンヌバルとの間の対立に、橋を発する、政治的混乱が続いていて、これを収拾するのがダウンの仕事だったのだが、任務を果たせないまま、オイゲンが責任を取って、総督位を返上したことに伴って、ネーデルラントを去った。その後は、ミラノ総督を長きにわたって務めたが、そこでもポーランド継承戦争で、かつて共に戦ったサボイア公国改め、サルデーニャ王国にミラノを占領された。彼は、ウィーンにベルベデーレ宮殿他いくつもの大貴族の館を設計したヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントの手になる屋敷を建てた。ありがとうございます。